ゴルネリスのロゴゴルネリスは日本のヘビメタルバンド。2001年にギターの首都前ボーカルの山 B ビーを中心に大阪で結成され、2002年にアイアンショックレーベルよりシングルレベルフラッグでメジャーデビュー。数回のメンバーチェンジを経て2009年にミリオンセラーのソロキャリアを持つオの、ショ、マサトシをボーカリストに迎えてから人気を上昇させた。 バンド名は、バイオリンの名器、ガアルネリウスに由来している。メロディックスピードメタルの疾走感のあるサウンドの中に、哀愁を帯びたメロディを盛り込み、複雑な変拍子を取り入れた、プログレッシブメタル的なフレーズや、合唱とのアンサンブルなどのシンフォニックメタル的なフレーズを多用する。バイオリン競争曲をオパス35をモチーフにした楽曲、エンジェル・オブ・サルベーションやアルバム、 リーンカーネーション収録曲、ザ・フラッグ・オブ・リーンカーネーションのようにクラシック音楽の名曲のフレーズをギターソロに取り入れるなど、多くの曲にギターを担当する種のバイオリンの素養を活かしたネオクラシカルメタル的な要素も見られる。それぞれのメンバーが非常に高度な演奏技術を有し、バンド活動の他も、楽器セミナーや公式からの YouTube 配信動画を通して、 国内外のバンドマンや音楽ファンからの支持を集めている。メンバーの交友関係が広く、多くの音楽雑誌やライブイベントで国内外のアーティストと共演したり、サポートメンバーとして様々なスタジオ音源やライブに参加することが多い。また、キャッチーかつ高度な技術で織り混ぜられる音楽性は高い評価を受け、ラミ、青木隆二、ジャパリ団等のアーティストへの楽曲提供もいった。 ファースト、サードアルバムでは、王の圧制に反旗を翻す戦士、セブンスアルバムでは、頑張れ、日本をコンセプトとしたアルバムを制作した。山 B がボーカルを務めていたファースト、フィフスアルバムまでは、重厚感を前面にパワーメタルの要素を押し出した、曲、小野正俊が加入した、シックスアルバムからは、ボーカルの肯定幅の広いお域を生かし、疾走感に重点を置いた。 メロディックスピードメタルの要素を押し出した曲が中心となっている。テンスアルバム及びイレブンスアルバムはコルネリス初のコンセプトアルバムとして作成された。両者とも高い評価を受け、バンドを一段上のレベルにステップアップさせることに成功している。2008年、アニメ、ニーモシネ・ムネモシネの娘たちから2010年、アニメ、レインボーマイナス社6夫佐の7人。 マイナス2011年、アーケードゲーム、ギターフリークスクスグニグルーブーライブ、ドラムニアックスグニグルーブーライブ2011年、パチンコ、パチンコ CR 装典の拳に2012年、アーケードゲーム、ギターフリークスクスグさん、ドラムニアックスグさん2012年、iPhone iPad 向け、ゲーム、指とプラス2012年、アニメ、ハンターハンター2013年、アーケードゲーム、 ギタドラギターフリークス、ギタドラドラムニア2014年、アニメ、どん天に笑う、ツイッターアカウント。ありがとうございます。